び現れた怪獣たち。その原因はエンペラ星人の遺産にあった。ピンチに陥ったリュウさん率いる新生クルーガイズ。再び戦場に立った僕がそこで見たものは、囚われの身となったウルトラマン光。光を助ける手段は、リュウさんの運命はバリアブルパルサクラスとファイアーウィンダム、両マケット怪獣による攻撃が開始されました。これよりダークネスフェアに突入する。僕のせいです。いけうわ。僕のせいで隊長は大丈夫、リュウさんなら生きています。目覚めるのだ、人間よ。ここはウルトラマン。人間は私をウルトラマンキング、そう呼んでいるはずだが。ウルトラマンキング、あの伝説のそう、地球でも私は伝説か。あなたが助けてくれたんですか。一働きしてもらわねばならぬのでな。俺に？あれを着想しているのはウルトラマン光。え？だが今はもう俺ではなくなりつつある。その声、芹沢隊長。あれはエンペラ星人の配下が宇宙警備隊との全面戦争に備えて鋳造した生きた外装、アーマードダークネス。アーマードダークネス。エンペラ星人亡き後、アーマードダークネスは着想者を求めて放浪。地球のそばで放棄されていたダークネスフィアにたどり着いたのだ。ならダークネスフィアが動き出したの。アーマードダークネスとの接触が原因だ。俺はアーマードダークネスを追い、ダークネスフィアに侵入した。しかしそこで新たな着想者として体を奪われてしまったのだ。だがアーマードダークネスの支配はまだ完全ではない。それであの時。お前はウルトラマン光と一体となり、その体をアーマードダークネスの支配から解き放たねばならない。光と一体に。けどアーマードダークネスの中にある光の体とどうやって。すでにお膳立ては整っている。本当ですか？隊長は生きてるんですか？死んじゃいないんですね。そんなに俺を殺したいか？隊長！無事だ。
だったんですね。お前もな。日比野さんとこれが守ってくれました。取り戻しましょう。ウルトラマン光を。必ずあいつを倒してやる。ガンフェニックス。相原だ。久しぶりだな、アミーゴ。迎えに来てあげたわよ。感謝しなさい。お前らどうして？未来もここにいるし、久々に全員集合だな。え、未来君が？本当なんですか、リュウさん？作戦を説明する。今は光が抑えてくれているが、アーマードダークネスはいつ動き出しても不思議じゃない。それに今この瞬間にも光はアーマードダークネスだ。完全な着想者にされつつある。それだけは絶対に阻止しなきゃならない。ガイズの誇りにかけて。隊長、本当に僕がやるんですか？どうして？だって皆さんに比べたら僕なんて。あいつらに遠慮なんかしてどうすんだ。お前は現役なんだぜ。でも春崎。はい。お前夢を叶えたって言ったよな。お前の夢ってなんだ？ガイズに入って地球のために戦うことか？はい。けどな、夢ってそんな簡単に叶っちまうほどちっぽけなもんか。俺は、いや俺だけじゃない。ジョージもマリナも鉄平もこの身だって、ガイズを辞めてそれぞれの道に戻ったからって自分の夢を叶えたなんて思っちゃいない。今はその先をもっと遠くを目指して戦ってる。もっと遠くを目指して。俺たちも行こうぜ。そこに龍さん動き出しました。ガイズザリーゴー GIG。 そいつが一番苦手なんだよ。うおー！
ダークスピーダー、イジェクション。隊長、僕は諦めることが一番苦手になりました。隊長がウルトラマン光に。なんだ。急速に高度を下げ始めました。地表への到達は？あと10分もありません。頑張ってくれ。激突を防ぐにはエネルギーの供給を遮断すればいいんです。どうすればいいんですか？エネルギーはアーマードダークネスから供給されているんだな。はい、ミレイ、リュウ、頑張って。
収まらない。アーマードダークネスは倒したはずなのに。竜、お別れだ。私に残った最後のエネルギーでダークネスフィアを光の国へ運ぶ。光の国へ。そうだ、光の国の聖なる炎で焼き尽くす。だったら僕も。お前には他にやることがある。メビウス、竜王、ガイズを頼む。ダークネスフィアの降下速度加速しています。どうすんだ。大丈夫ですよ。みんな無事に帰ってきたようです。もしあの時エンペラ星人がアーマードダークネスをつけていたら、俺たちは勝てただろうか。勝てました。根拠はありませんけど。でも必ず。もう行っちまうのか。光のことも心配ですし。もっとゆっくり話したかったな。また今度ゆっくりいらっしゃいよ。光の国の話聞かせてくださいね。あの時と変わらず俺たちは一つになれた。俺はそれだけで十分だ。みんなもっと遠くを目指して戦ってるんだ。きっとまた会える。何か見えるのか、アミーゴ。あ、休暇もらえちゃいました。しばらく地球にいていいって。本当に？空間に書いた文字で超長距離通信するの？何語ですか？だってそうそう。お帰り、未来。ウルトラの星だ。ウルトラの星。決めた。僕はあの星を目指します。頑張れよ、カナタ。守りたいのはみんなで笑顔。